はい、起立。はい、胸寄せ。はい、礼。はい、おはようございます。おはようございます。はい、胸寄せてなかった人見てますよ。うちは起立、胸寄せ、礼ですからね。お願いしますよ。はい、はい、じゃあもう一回いくよ。私難しいですっていうサイズの人も頑張っていこう。ね、ガチガチだからみんな今日表情が。そんなに表情硬かったかみんな。前回まで。どうした？一回みんなでぶん殴り合いするか？いくよ。はい、起立。はい、胸寄せ。はい、礼。はい、いいですよ。はい、よろしくお願いします。はい、座ってください。はい、はいはい、皆さん、聖ファレの女学院入学おめでとうございます。あれ、姉さん来た？来るでしょ。いや、姉さんもう一個学年上じゃなかったっけ？私もやっぱこの衣装渡されてちょっとやっぱり姉さんだから中澤優子のポジションだからね。あー、そっち？姉さんはもうやっぱ一個、まあまあちょっと馴染んでこうね、姉さんもね。はい、はい、お願いします。改めてみんなの担任になったチンパチです。よろしくね。よろしくお願いします。はい、じゃあ出席取りますから、出席の返事は色っぽくお願いします。いいですね。はい、はい、出席取ります。二階堂。はい。できないよ。いや、ママ尻。はい。甘川。甘川。よしたか。はい。いや、かわいい。ななみ。はい。あ、さっぱり系だな、おい。はい、姉さん。はい。いよいよ名前も呼ばれなくなったか。たかちゃんは今日も可愛いね。どうした？ありがとうございます。なんか美味しいもの食べてきたの？ルマンド食べました。いいな、ルマンド。桃尻。はい。ルマンド知ってるか？高級品ですか？あ、ルマンド高級品なんだよ、ルマンド。食べたことないかもしれない。食べたことないか。ルマンド腐らせたらもらおうか。はい。ちょっと食べた方が美味しいと思う。ちょっと食べた方が美味しい。お願いします。じゃあちょっと今日初めてこんなね、みんな揃ったからちょっとレクリエーションでもしてみようかなと。みんなでね、まだあれでしょ、仲いい生徒いないでしょ、ここで知り合ったばっかだから。仲いいよね、みんな。いいよ。ねえ、ニコイチ。ほら、おい姉さん、脅しかけてんだろ。仲いいよね。はい、仲いいです。ナナミの三文芝居もすげえな。おい。今日、行うレクリエーションはこちらでございます。声優になろう。これで遊んでみんなの沈黙を沈黙だよ。沈黙なんか言ってないからダメでしょ。二階堂さん、今日も耳が思春期だね。ちなみにこのカードゲーム知ってる人いる？初めて？姉さん、これどんなゲームだと思う？想像で言って。声優になろうっていうカードゲームだよ。声優になろうってことは、なんか、はい、違います。言ってないし、言ってないし。いや、遅いんだもん。いやいや、すみません、ちょっと考えてる時間くださいよ。遅いんだよね、さっさっか。お願いします。なんかちょっと超怖えもん。いや、ちょっとさ、なんか対応が違いすぎませんか？一瞬だよ、バカじゃねえの。対応が、いや、マジで対応が違う。うるせえって。だって、ねねさんに優しすぎません？ねねちゃん、ねねちゃん、これ何のゲームかわかる？なんかなりきるんですよ。そう、正解正解。なんでずるいよ。先生は平等ですね。腐ったみかんもねねちゃんも同じように扱ってますから。もう腐ったみかんじゃん。腐ったみかんですか？冗談じゃないの。なあ、甘川。え？いいよいいよ、甘川は時間を止める能力があるんだよ。どんどんまで行こう。さあ、ちょっとこれね、あのアニメの声優オーディションっていう設定で、カードを引くとオーディションの内容と役柄、これセリフが書いてあるから、その役になりきってセリフを言って誰が一番うまく言えたをちょっと争うゲームっていうね。言っても女優ですから、いろんな役をやるわけじゃないね。
まあ女性なんかみんな女優なんだから。で、桃尻さん、はい、眠いの？眠くない。定期的にあくびしてるけど。してない。くしゃみ出そうで我慢して。くしゃみが出そうなの？まあちょっとこれどんなのか試しに一回やってみましょうかね。で、罰ゲームもあるから。え？いや、罰ゲームなかったら面白くないでしょ。これ相当厳しい罰ゲームあるから、本当に気合い入れてガチでやるからね。はい。じゃあ二階堂、前に出てきて。はい。黄色いカードをまず引いてください。黄色いカード。好きなの、はい、カメラ、はい、で読み上げて。勇者とモンスター、モンスターを討伐して仲間を増やす冒険アニメ。なんで英語も中国語も喋れるのに漢字読めねえって。漢字苦手なんです。漢字が日本語苦手か。そう、漢字読めない。じゃあ設定はそれね。はい。赤いカードが今回のセリフ。セリフ、はい。あ、そか、こいつを使うことになるとはね。こいつを使うことになるとはねっていうのはこれ共通のセリフになるから、それぞれ引いた役でこのセリフを言ってください。カードを引いてください。それは君の役だ。お、陽気な外国人。陽気な外国人、これ得意だよね、向こう住んでたことあるしな。ぴったり、ぴったり。うん、陽気な外国人。さあ、ここはみんな毎回変わるからね、みんなのそれぞれの役になりますです。じゃあ、二階堂さん、お願いします。こいつを使うことになるとはね。いいよ、いいよ、いいよ。あ、なんとなくわかるわ。こいつを使う。なんだろう、でも可愛かったな。討伐はできなそう。あ、そうだね。そいつにモンスターを倒せる気はしないわ。陽気だから。陽気だからな。そうそう、平和的に。そうだな、なんかモンスター敵とも打ち解けそうな感じがした。じゃあ続いて、桃尻。こいつを使うことになるとはな。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。帰りたい。何使ってんだろうね、その自信。ポリデントとかそういうことでしょ。ああ、こいつを使うことになる。だって歯抜けてるもんね。いいですよ、いいですよ。よし、じゃあ天川。はい。セリフお願いします。あら、こいつを使うとことになるっぺな。下手くそ。前半と後半で田舎も違ったろ。なんか前半もうちょいなんかあったかい国の田舎かなと思ったら、後半は寒い国の田舎になったよな。なんか田舎の想像がつかないです。そうかそうか。なんか方言誰か教えられる人いないの？なんかもうこのクラスにいじめが発生してるって感じ。先生怖いです。OK、じゃあ続いて、ななみ。はい。こいつを使うことになるとはの。殿だな、どちらかというと。偉いもんな。結構偉いわ。ただいいですか、声優ですから、あの芝居で持ってこうとすね。声優さんってのは声だけで見せるのが声優さんだから。そっか、うん、でもいいです、はい、いいです、よかったです。はい、続いて姉さん。はい。お願いします。こいつを使うことになるとはな。ドラマのオーディション受けに来てんの？いやいやいや、なんかちゃんとできてたな。いや、声優やったことあるんで。あ、そうなの？はい、あのゲームとかの声優やったことあるんですよ。さすがだね、姉さん。ありがとうございます。もう卒業かな。え、ちょっと待って。痛い。痛い、もうちょっと痛い。まあまあ、でも良かったんじゃない。ありがとうございます。さあ、よし、たかちゃん。
します、はい、こいつは使うことになるとはな先生その顔見たくなかったよねめちゃんのなんで前歯出した顔をバカにしたじゃん素手になっちゃいましたすげえ顔がおバカだったよでも可愛いんだよなはい、今ねちょっとやってもらったけどもやっぱ一般にね市販されてるのだとちょっとうちの生徒物足りねそう思わねえなあ二階堂どうだもっとエッチなのがいいですね、うん、おいおいおいおおド M メイドいいじゃないド M メイド銀座のナンバーワンママまだ実力の作品ですもん